はい。もう何回目っていうのは分かんなくなってきたんで、言わなくなりました。えー、新しいね、なんか挨拶とかをね、考えようと思ってもなかなか思いつかなくて、挨拶、あれも挨拶じゃないんだけど、まあなんか思いついたらね、えっ、ー、と、毎回していこうと思います。で、えっ、ー、と、昨日はね、ちょっと仕事の関係でできなかったので、インスタライブの方をね、してたんですけど、で、今日はね、まあ、何の話かっていうと、 V, v ローンの話ですちなみにこの T シャツはね多分日本でも僕ぐらいしか持ってない T シャツですね、まあ、V ローンの話っつっても何の話するんだろうって思うかもしれないですけど、まあ、最近、まあ、東京と福岡でも「ホップアップあったしあの東京の方でね あのついこの間までポップアップしてて、まあ、その時にあのドクロのねあのパーカーを販売してた時にセット販売じゃないと買わないって言って何だっけパーカーと他にもシャツとかモッツコートっぽいやつとかを一緒にそのパーカー買わないとそのパーカーは買えませんよってなんか昔のねタモゴッチが流行った時になんか偽物と一緒に。 買わないと買えないよってやつだったんですけどまあそんな感じでえっ、ー、と販売されたみたいですでまあウィロンはえっ、ー、とエサプロッキーとエサプバリさんと実はあんまりみんな知らないと思うんですけどエディソンちゃんっていう方が,がえっ、ー、と関わってて、まあ、そのエディソンちゃんって方はねちょ発音がおかしいけどあのエディソンちゃんはあのー、CLOT って書いてあるク,ロクロットって呼ぶのかな っていうブランドのデザイナーですかね。香港かなんかですね。え、の人ですね。あのーで、デザイナーしてて。で、まあ、その3人が関わってて。やっぱ、V ローン自体が、ええー、と、まあ、もともと流行ったのは、あのエサブロッキーが着用したこともあるし、あのー、アメリカでポップアップで人気出て、まあ、いい感じにね、日本で入ってきて、あのー、一番、 人気が出たのは、フラグメントとコラボした時ですね。あそこで一番最初日本に入ってきて、あの、エアフォースが、えっとね、その前にね、ハーレムで、あの、ロッキーのね、地元、ハーレムで、ポップアップショップがあった時に、えっと、日本とは確かね、箱が違うんですよ、あの、あの、エアフォースの箱が。ハーレム限定と、あの、中身は一緒なんですけど、確か、ええー、 あの箱が違うくて、あのフラグメントの時の抽選のやつは。でフラグメントの時は商品買った枚数か値段感につき、えー、なんか一足調合みたいな感じだったんですけど、僕もちょっと行けなかったんで、行ってはないですけど、でまあその時に販売された、えー、と商品が、大体いいパーカーで2万円だったり、T シャツで1万5千円ぐらいとか、プレッチがついてて、ああ、もうこんな感じで流行るんだっていう。 まあ、今のね、アパレルは、もう半分、うん、7割ぐらいの力で今、スニーカー好きな人の力で動いてると思うんですよ。日本に関してはですね。で、アパレル乗せてる人っていうのも、ほとんどいないですし、アパレルだけ僕もスニーカー乗せてますけど、アパレル8のスニーカー2ぐらいですかね。 ブランドとか他の話でして、でも。って感じでインスタもしてるんですけどなああの you の、YouTube のインスタはあんまり書いてないですけどね。で、あのその時に今、まあ、ばーってあのって、エア放ースもめちゃめちゃプレッチ、今でも高いですけど、ついて、で、えー、っとね、その後に、あのアメリカ、あそれであの無料オンラインもあるんで、 そこで、フラグメントがね、発売した後にもう一回、オンラインで発売されて、それでね、値段が結構下がったんですけど、でも元値が高いんで、えっ、ー、と、いくらだパーカーで3万のシャツで6万とかだったかな。550ドルとか。えっ、ー、と、他は T シャツまあとりあえずなんかもう、出たやつ全部発売されたんですよ。オンラインで。 で、その後に、あの、トゥーパークが、カフェのレストラン、あの、映画することもあったからかな、なのかな。ちょっとわかんないですけど、まあ、レストランでポップアップがあった時に、ト、え、ゥーパーク限定の V ローンとコラボの商品が出たんですよね。えー、で、まあ、それも現地しか発売されてなかったんで、まあ、僕も買ったんですけど、まあ、現地出ても、現地で買ったわけじゃなくて、まだそのプレッチで買ったんですよ、アメリカでね。 で、その時に、えー、っとね、T シャツが大体ね、プレってて、元値は180ドルぐらいが300ドルだったかな。で、僕も300ドルぐらいで買ってて、でね、一時した後にね、それはだいぶ後だったんですけど、またね、オンラインで、そのー、限定のやつ発売されたんですよ。V ロンのオンラインのやつでね。で、 うわ、またこれ出るんだって時にまた LA かニューヨークかでポップアップ、確か LA だったかな。あのマリファナ柄のやつが緑のですね、発売された時も一時してまたオンライン出たんですよ。で、もうこの時点で、あのー、限定のやつ全部発売するんじゃねっていう話があって、で、せっかくね、あのー、限定で出したのに、 どうせ出たらって感じだったんですけど。で、その後まあ、それぐらいまではね、まだね、値段もついてたし、まあいい感じだったんですけど、まあバリスさんがね、あの問題起こして、あのー、アシスタントかなんかとやってる女の子かなんかにも、俺も動画に見たんですけど、あのー、なんか終わった後になんか俺のチンコしゃべれみたいなことを言って、 みたいな。で、連れて行くみたいな動画流出して、めっちゃね、叩かれて、まあ、日本の人とかもインスタグラムにね、あの、バリさんも終わったわとか、バリさん出せとか、V ローン終わったわとか書いてたんですけど、まあそんなん言い出したらね、US のラッパーなんて、人殺してる人なんて、もう普通にいるんでね、まあ、テンタシ師ンも最近、容疑かかってますし、 天体師なってね、今、リベンジっていうブランド流行ってますけど、えーと、あとは、シプリームの、フォトティーっすかね。去年、だっけ、えーと、グッチメインも、殺人容疑がかかってて、えー、証拠不十分で、不起訴になってます。で、まあ、最近だと、トノワンっていう、21サーベージって書く人も、 えー、殺人容疑が確かかかってたと思いますちょっと昔ですけど。っていうぐらいにほんとね、US のラッパーすご、すごくね、犯罪とか犯罪歴とかある人がいる中でね、まあ、日本だったら問題になるけど、アメリカじゃ普通かなって思ってたところにね、あのフラグメントから入ってきた V ロン勢の人が、バ <laughs> リさんも終わったわとか、ダセーわとか書いてて。 あ気持ち悪いと思ったんですけど。で、えー、っと、確かにそこでね、一時ね、えー、っと、せっかくあの、ランウェイにね、V ローンが出たのに、ちょっと落ち込んだ感じはしましたね。で、えー、っとで、その時にね、あの、パリであの、ランウェイしたんですけど、その時にあの、スタッフティーが出たんですよ。 ブラックヒストリーだったかなブラックヒストリーっていう <coughs> まあ日本語訳すると黒歴史っていう <laughs> まあそれのあのー、スタッフとかアルバイトとかに配られた T シャツそれこそフェアボコットのデザイナーとかも着用してましたしまあ US のラッパーだったとか、まあ、関係者の方に配ってたりとかしてて僕はリアルタイムでね、あのー、パリのスタッフの方から買いまして 彼からら送ってもらってても、まあ、それも売っちゃったんですけど、えー、と欲しいって人いたんで、えーとね、その T シャツと、あのー、か会員証じゃねえや社員証みたいなのが V ローンの入るあのブースに入るような首から下げるやつも一緒に送ってくれて、まあ、手に入れたんですけど、まあ、それも後の話に続くんですけど、ねまあ、とりあえずその時はそれで終わって。 まあちょっとその事件があって落ち込んでって感じで、まあエサプロッキーが、まあ、俺がするぜっていう話ですね。話であ、またエディソンちゃんもまたなんかちょっと出てきて、えー、っと、今度の福岡と東京のポップアップの時に、えー、っと、またね、緑と黄色、 の T シャツ、あの V ロンの文字がですね。と、フレンズの色違い。ただ、漢字のやつも出たし、日本も東京も出たんですけど、まあ、あれが発売した時点で、もうほとんどプレッチがついてないような状態でしたね。人は並んで速攻売れたって言ってたけど、あの実際はそんなにプレッチがついてなくて。まあ、その前にこれも発売したんですけど、これだけあの唯一ね、 オンラインで販売されなかったっていうあの限定ものでメイウェザーとマクレーガーの T シャツですね海外でも4万ぐらいかな3万5000とか4万ぐらいします持ってる人インスタに載せてる人は僕以外に見たことないっす V まあベガスでポップアップがあったって話なんですけど、まあ、ポップアップなのか少量販売したのかわかんなくて これボディもね結構良くて。もうプリントとかめちゃめちゃ綺麗ですし、かっこいいです。色、色がね。っていう話なんですけど。で、まあ、プレチつかなくて。で、えーっと。で、また一時して、最近東京で、ポップアップあって。あれはね、なんか、ドクロのパーカーだけちょっとついたのかな ?3 万で発売して、 えっと、4万円ぐらいになってましたね。ラクマとかでですね。見たら。で、まあ、なんでこんなね、まあ、微妙な感じになったかっていうと、ことごとくね、オンラインで発売してるんですよ。その、ポップアップ限定のやつを。えっ、ー、と、そのブラックヒストリーの関係者 T も発売されたし、フラグメントも発売されたし、a o い a ポップアップも発売されたし、 今回に関しては、あの、もうドクロのやつ。えっとね、日本で発売されなかったロングスリーブの T シャツとかも発売されました。で、パーカーも少し遅れて発売したかな。で、値段はね、日本確かね、3, 3万円ぐらいだったのに、アメリカで300ドルなんで、もうちょ,もうちょっと高いかな。アメリカの方で、発売しては、まあ、即完売したんですけど、えっとね、ちょっとなんか、その、 限定発売したのに、すぐオンライン、まあお金欲しいのかもしれないけど、すぐ限定発売したのにまたオンラインで発売するやり方どうかなっていう感じはしますね。で、僕も結構ね、V ローン好きだし、まあ偽物もいっぱい出てますけどね。まあかっこいいのカウントかっこいいと思うんで、まあ応援してるんですけど、なかなかそこがね、 やめててしいいかなっていうのとまあそれのせいでねやっぱりみんな買わなくなったりとかまあ値段売れないとまあ買わないあ値段がつかないと買わない人もいっぱいいるんでしょうけどまあ、どうせ出るやっていう感じに今なってるんでまあそこをねせっかく東京とかあの日本とかでポップアップしたからそれだけで限定だとか異例でポップアップしたからそれで限定とか。 だけでしてほしいですね。あとは、ファイトクラブもじったやつも出てましたね。ピンクのあの設計みたいなのに、V ローンって書いてる T シャツも、どっかのポップアップだったかな、LA だとか、エ n カか忘れましたけど、ポップアップで出てて、それすらも、V ローンのオンラインで発売されたんですよ。で、今度ね、また新しく、えー、っとね、コレクション出すみたいですけど、まあどうかなっていう。 もうほんとフラグメントの時はですね、みんな切り出しましたし、ほんとなんか変な人たちも着てたんで、まあ、やっぱね、スニーカーが流行るとね、洋服も流行ったりとか、まあ今の日本の風潮だと、ほんと、スニーカー、もうインスタでもほんとにね、8割ぐらいがほんと、スニーカーばっかなんで、まあそれ見てね、若い子たちが V ロン買ったりとかして値段が上がるんでしょうけど、 まあ、それもね、どうかなーっていう感じですね。なんでね、こん、今度からはね、マジで、あの、オンラインで限定物をね、とりあえず発売してほしくないのと、しかもね、売り切れたらね、一時したらまたね、出すんですよね。フラグメントもね、今出してて、多分そのまま売れてなかったっすよ。前はすぐ売れてたのに。 でこういうやっぱりイベントごと,とかの時にやっぱ珍しいの出してほしいかなせっかくならタグとかも邪魔くさいですけど僕はねこんなのかっこいいと思うしもったいないなあって感じはしますねっていうまあそういうお話ですなので結構定期的にね あの v ンのサイト見てたら新しい商品とか出てたりとか昔の復刻書が出てたりするんでまあお好きな方はまあそれもねえー、っと海外通販になるんですけどまあチェックしてみてくださいっていう話ですああ大事な話してなかったよあのフラグメントとコラボしたのもほとんどねそのエディソンちゃんって方がその 指揮を取ってしてるって話ですねまあエーサープロッキーとバリーじゃなくてですねでバリーさんもねあの外されたって話だったんですけど普通にね「ポップアップ来てますしえっ、ー、と日本のショップドミサイル,ルああドミサイルもねこの前ねあの「良造」って言ってしまう「竜造」さんですねえっ、ー、と来てましたしなんだかんだあんまり変わってないんじゃないかなっていうやり方も変わってないですしそんな印象ですって あせっかくかっこいいブランドなのに、惜しいなーっていうところがいっぱいあるんで、ぜひまた、皆さん、応援して、ください。ってか、俺な何の立場かわかんないけど、結構話したな。っていうことで、今日の1本目の動画はこれで終わります。で、チャンネル登録もね、えーっと、何も投稿しなくても20人ぐらい増えてたんで、この調子で。 頑張りたいと思いますということで続けて動画撮っていきます